商品レビュー専門。スマホで写真を撮りたい。でも写真撮るときに、あ、もうちょっと広ければいいんだよな。近づいたらボケちゃうよ。そういうことあるんじゃないですかね。スマホのカメラ、便利ですけど、機能は限定されます。そういうときにはレンズつければいいだろでもレンズ、周りが黒くなったり、何かぼやける、色が変。そういうことあるんですよね。その原因、レンズがちっちゃいからですね。本格的なカメラみたいに大きいレンズですと、周りの画質悪くならないですね。それ今回はこちらですね。 大きいですよね。スマホと比べてもちょっと大きいだろう。コンパクトデジカメよりも大きいですよ、これ。これ大きいですよ。でもこれスマホ用なんですよ。これでつきましたね。これから写真撮ってみます。自分撮りですね。アウトを使ってみます。まずはレンズあり。レンズなしだとこんな感じですねイン。あとはインカメラですね。インカメラを使うと着られること多い。 これは蹴られないです。これがあり。なしの場合はこんな感じ。動画ですね。動画も撮りましょう。今、インカメラでレンズなしで撮ってますね。レンズをつける。つけるとこんな感じですね。蹴られないですね。インカメラでも蹴られなしに明るく撮れる。いいですね。蹴られもなくて暗くならない。いいですよ。 あとは表のレンズを外せば、マクロとしても使える。近くを撮れますね。今、マクロレンズで動画。でもちょっとボケてる。指近づけると、こう指紋まで見えますよね。綺麗に指紋まで見える。手の模様も見えますね。近くも鮮明にくっきり撮ることができます。目も撮れるかなま、あ、気持ち悪いですけど、目も撮れますね。スマホにつけるワイドレンズとか、 確かに便利だけど暗くなる。だからちょっとと思ってた人。こちらはおすすめですね。これだけ大きいレンズ。コンパクトカメラのレンズより大きいですよね。だから明るいんですよね。レンズ大きければ明るいですからね。今までのスマホ用コンバージョンレンズに不満を持ってた人、おすすめします。収納用ポーチついてますね。このポーチにしまっとけば傷つくことないですね。これも便利です。コンパクトデジカメとか一眼カメラ。スマホより綺麗に映る。 でも別に持ち運ぶのがめんどくさい。スマホへの転送がめんどくさい。利用目的はスマホでの SNS 投稿。そういうせねはおすすめですよ。スマホ用のコンバージョンレンズで悩んでた人、ぜひ使ってみてください。商品レビュー専門でした。